はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は6銘柄ぐらい見たいと思います。そしてドル円の状況、いつものように見ていきたいと思います。今日が2023年の12月の22日金曜日、今が17時18分を回ったところです。皆様1週間家事育児お仕事お疲れ様でした。そしてもう今日で仕事納めの人もいたりするんですかね。はい、皆さん本当に1年間お疲れ様でした。まあ僕の仕事、まだ YouTube はですね、来週も続けていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。で、今日の仮想通貨市場なんですけど、ビットコインが43,700ドル、昨日44,000の大きな壁を突破しようと何回か試したんですがダメでしたね。若干今反落気味になってきてて、ちょっとね、見方が変わってきたかもしれないと、まあ、その辺のですね、今日お話をしていきたいと思います。というのも今日のアルトコイン市場見ていただいたらお分かりの通り、めっちゃ吹いてるんですよね。直近で僕が取り上げていた通貨もですね、いくつか爆上げをしていて、その前兆となるような動きをしている通貨もですね、今日 いろいろあるのでね、それを取り上げていきたいと思います。まあここで気になるのは、ビットコインの勢いがもしかするともう頭打ちなんじゃないかっていう話ですね。そうなるとアルトコインに資金が流れてきてアルトシーズンになる可能性がある。この可能性どれぐらいあるのか、そしてどういう戦略で攻めていけばいいのか、このあたりをですね、今日は楽しく皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕がおすすめしている、まあ、実際に使っている取引所、以下の概要欄にですね、いくつか載せております。現物始められる方はバイビット、ビットゲット、このあたりがですね、おすすめかなと思います。今ちょうどね、キャンペーンもやっておりますので、もし興味のある方は以下の概要欄チェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨資料の動向から見ていきたいと思います。はい、動画に入る前に1点だけお知らせで、僕が運営しているトレードスクールグローウェイズ、いよいよ明日まで年内最後のですね、募集を開始しております。グローウェイズは完全オンラインスクールです。オンラインの動画講義だったりとか、グローウェイズのコミュニティ、これはプラチナム会員限定なんですけれども、そういったコミュニティで楽しくですね、毎日学ぶことができたりとか、あと週末ライブでですね、その時々のホットな話題とか、あとはトレードしていく上でのワンポイントアドバイスのですね、講義を毎週やっております。これによって諦められないような環境を作っています。もちろん講義に関してはもう基本の基からですね、学べるような感じになっておりますので、初心者の方も全く心配する必要はありません。2024年からスタートダッシュを切りたいという特に初心者の方、ぜひですね、以下の概要欄からお待ちしております。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが622万ということで 1% 下落したんですよね。ただその中でイーサが 2% 上昇してるんですよ。こういった場面ってあんまり見られないんですよね。まあ、しかもこうやって仮想通貨市場を見渡していくと、アルトコインがめちゃめちゃ強いという状況がお分かりになるかと思います。つまりビットコイン下がってアルトコインが強い、アルトコインシーズンがついに始まるのか、まあ、そういった期待感も市場ではですね、聞かれているという状況なんですよね。まあ、このあたりの背景を今日はですね、しっかり深掘りしていきたいと思います。でその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが、今日の日経平均は 0.09% の上昇、33,169円ということで、ほとんど上げませんでした。まあやっぱりですね、年の瀬ということもありまして、取引参加者が非常に少なくなっているということが言われてますね。まあ年末のポジション調整が中心と見られるということで、大きな動きはありませんでしたということですね。ただ昨日のアメリカの株式市場、これグローベズのプラチナム会員の方限定で毎日お送りしている、まあ僕の朝分析なんですけれども、昨日アメリカでは GDP のですね、確保値がまあ発表されたんですが、これがですね、改定値の 5.2% から下方修正されて 4.9% になったんですね。そして新規失業保険申請件数は2000件増えて20万5000件、小幅に増加したということで、これによって金融緩和をめぐる楽観的な見方が高まって、リスク試合が改善したということが言われています。まあその中で今日もですね、重要な経済指標発表がありまして、11月個人消費支出ですね、 PC デフレーターが発表されます。もう年内最後のインフレ指標ということで、まあ今のところおそらく CPI と同じような結果になるんじゃないかということが言われていますので、若干鈍化するっていう風な傾向なんじゃないかなというふうに思っていますが、おそらく予想からそこまで大きな乖離はないと思いますので、これによって相場が大きく動くというシナリオはまあ少しね、可能性としては低いんじゃないかなと今のところは思っています。はい、その中で12月の25日、来週の月曜日に関してはアメリカ、それからドイツ、フランス、まあ欧州も含めて休場が相次ぎますよね。それから26日に関しても欧州市場はお休みになると、まあ来週にかけて結構閑散としたですね、相場になってくるんじゃないかなと思うんですが、ここでビットコインがどういうふうに動くかっていうところは注目していきたいところかなと。まあ特にアルトコインもそうですね。はい、しっかりね、追っていきたいと思います。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まずはコインポスト、ビットコイン年初来高値が迫りました。その中でソラナが昨日やばかったですね。ソラナがもう急上昇しまして、時価総額がなんと4位に浮上したと。もうビットコイン、イーサー、テザー、そしてソラナ、
すごいところまでね、上昇してきてるということですね。まあ、ソラナチェーンの DeFi プロトコル L の TVL ですね、預け入れ総額も過去3週間で2倍に増加していると。まあ、ものすごい勢いで資金がね、ソラナチェーンに入ってきてるというところが示されているんですよね。まあ、それでもまだ、ピーク時の TVL と比較すると遠く及ばないと。なので、逆に言うとまだまだね、伸びしろあるんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。それからイーサに関しても、今日は結構上昇していますよね。メジャーアップグレードのデン君をですね、控えているということで、これ最近発表されたんですが、テストネットについては1月17日を目標に、ローンチするということを発表してきましたね。メインネットの迅速に関しては2月の下旬頃が想定されているということで、まあ、ここに向けてイーサに関しても、まあ、かなりこう出遅れた感がありましたので、ここからさらにですね、勢いを増してくる可能性が出てきたんじゃないかなということが言われてるんですよね。その中で今ビットコインのドミナンス、時価総額比率が急激に低下しだしました。まあ、これによって本格的なアルトコインシーズンが到来するんじゃないかっていう期待の声が上がってるんですよね。特に直近ではソラナとアバランチ、ものすごい勢いでですね、価格を上昇させている中で、それ以外のアルトコインにおいても結構な上昇を見せる通貨直近で多くなってきました。ここに示されているのがビットコインとアルトコインたちの、まあ、時価総額比率ですね。それを載せているんですが、まあ、明らかにですね、ビットコインのドミナンスがこの青色なんですけれども、直近で低下している中でアルトコインのドミナンスが上がってきていると。じゃあこれどんな感じなのかっていうのをもうちょっと詳しく見ていくと、トレーディングビューのですね、時価総額比率の推移を見ていくんですが、今ビットコインのドミナンス 52.9 っていうところまで下がってきました。一時54っていうところまで上がっていたので、まあ、2% ぐらい下がってきているということなんですよね。まあ言ってもまだ高いところではいるんですが、これまでのイケイケどんどんのその時価総額比率の上がり方からすると、若干こう頭打ちになったかなっていう雰囲気も感じられなくはないですよね。その中で注目されているのがこのオレンジ色のところ、これがアルトコインまとめた時価総額なんですけれども、だんだんここでね、上がってきていますよね。一方でイーサのドミナンスは若干ね、下がってきてたんですよね。まあ、ここからイーサも一気にですね、上昇していくっていう風なフェーズが見られれば、本当にアルトシーズンがですね、到来する可能性っていうのも高まってくるかなという風に思っています。まあ、特にソラナに関しては直近でジットトークン、これのですね、エアドロップがありまして、まあこれによって最低額ステーキングしていた人たちでも一気に数百万とかっていうお金がですね、入ってきたと、夢のような話があったわけなんですけど、まあ、こういったエアドロ期待っていうのが今めちゃめちゃ高まっているわけですよね。まあその期待、もちろんソラナ系のプロジェクトもそうですし、アバランチ系のプロジェクトもそうということで、両者ともロックされた総資産額がめちゃめちゃ増えてきているということで、まあチェーン自体がですね、盛り上がってきているという動向が確認されているわけですね。ということで、もうここ数日で一気にね、アルトコインへの注目度が高まってきたっていうフェーズだと思うんですが、とは言ってもビットコインに関しても大きなニュースがですね、控えていますよね。ビットコインの現物 ETF が承認されるかどうかっていうところ、これがですね、まあ1月10日っていうふうに言われているんですが、今日ですね、ツイッターでちょっと信憑性はどうかっていうのは分かりませんが、このビットコインアーカイブっていう海外のアナリストがいるんですよね。まあこの方130万人以上フォロワーを持つ、まあビットコインというか仮想通貨触ってる人なら海外のアナリストとはいえ知らない人はいないぐらい有名な方なんですけど、この方が今日ですね、朝2つぐらいね、重要なツイートをしたんですよね。1つ目はこちら、ビットコイン ETF 申請企業すべてと電話面談したということがね、報じられたんですよね。で、実際にその内容何だったかっていうと、直近話題になっています現物召喚なのか現金召喚なのかっていうポイントですね。で、申請企業の人たちにみんなに現物召喚への言及を削除するよう指示したというふうなことが報じられたんですよね。もうこれもう超明確な指示です。まあ、これによって現物 ETF また一歩ね、進んだんじゃないかっていうふうに言われたんですよね。その後もっと注目なのがちょうどね、9時間ぐらい前のツイートなんですけど、速報ということで SEC ビットコイン ETF を1月10日までに承認するというガイダンスを示したということがですね、取り上げられたんですね。これ FOX ビジネスっていうニュースサイトで取り上げた記事らしいんですけれども、まあ、ちょっと信憑性、ソースの部分はね、なかなかわからないところがあるんですけれども、もしこれが本当だとすると、もう現物ビットコイン ETF 承認の事実売りがすでに始まったんじゃないかみたいな、まあ、そういった考え方もできなくはないかなというふうに思うんですよね。なのでビットコインがね、直近4万4000ドルを早めに抜けるかどうかっていうのはかなり今後の動向にも左右するぐらい重要な意味を持つというふうに思うんですよね。まあそんな中であるアナリストの方は、ビットコインが上昇トレンド再開する前に一旦3万6000ドル水準まで後退する可能性があるんじゃないか、そんなことをですね、 QCP キャピタルっていうところがですね、レポートで言っているんですよね。まあいわゆるセルザファクト、ニュースで売るということが行われるんじゃないか、つまり承認された瞬間に一旦利確されて売られるんじゃないかっていう話なんですよね。で、確かに事実売りっていうのは僕も起こると思っているんですが、3万6000ドルまで下がるかなっていうのはちょっとね、疑問かなというふうに思っています。まあただ近い位置にですね、非常に重要なサポートレベルがあるんですよね。まあそのあたりも含まれて、まあ、直近で4万4000ドルを抜けていった場合のシナリオと、
抜けられなかったシナリオ、この2つをですね、今日のテクニカル分析の方でしっかりですね解説していきたいと思います。ということで、ここまでがアルトシーズンだったりとか、まあ現物 ETF の件ですね、最新情報をお伝えしてきましたが、最後にちょっとだけ注目のニュース、イーロンマスクさん、 X でアークインベストメントのキャシーウッドさん、この方とまあ対談してるんですよね。しかも X のスペースで対談してるんですよ。で、ここで面白い発言があって、 X は2024年半ばまでに決済サービスを開始するっていう風なことをイーロンさんが語ったということで、ちょっとねこれ話題になったんですよね。これ昨日のスペースだったらしいんですけれども、キャシーウッドさんと対談をして、いくつかの送金業者ライセンス申請の承認を今待っている状況だと、まあ、そういったところからしても、決済サービスは来年半ばぐらいまでには完全に開始されるんじゃないか、まあ、そういったことをですね言ってるんですよね。で、もっともっと早くねやるつもりだったそうなんですけれども、官僚的な、まあ、政治的なですね手続きが重荷になったということで、ちょっと遅れているっていうことは言ってるんですけれども、まあ、来年には導入できるだろうということを言ってるんですよね。じゃあここで皆さん注目なのは、クリプト決済が入るのかどうなのか、もうずっと言われているこれが本当に実現するかどうかっていうところが非常に注目ポイントですよね。ただここに関しては話の内容を見ていく限り全く遠い話だということらしいですね。もう今は暗号資産について考えている時間が全くないというふうなことも言っていて、ちょっとねクリプト決済っていうところはかなり先にですねなるんじゃないかなと思いますよね。まあ、前回のバブルではイーロンさんの発言によって大きく動く、まあイーロンマスクさんの一挙手一投足が合ってるかな、ここにも注目が集まっていたんですが、おそらく今この X の送金サービスをしっかりですね定着させるっていうフェーズに入っている中で、なかなかまあ無謀なですね発言とか、そういった相場操縦に当たるような発言というのは、まあ、かなりですねなくなってくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、とはいえ X に関しては注目されていますので、今後もですね、最新動向があれば取り上げていきたいと思います。じゃあ最後にビットコインの板の状況、今ですね買い板が結構厚くなってきているということで、まず価格が下がるにつれて買い板が厚くなってくると、まあ、いつもの動向なんですよね。で、特に買い板が厚くなっているポイントは4万3000ドル付近、特にまあ4万3300っていうところも厚くなっています。これもテクニカルでね、非常に意識されているポイントですので、後で見ていきたいと思います。それから売り板に関しては4万4600、700付近ですかね、はい、このあたりまで厚くなっているという状況が確認されています。それからまあ4万4200付近も若干厚いですかね、はい、こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今のビットコインが4万3670ということで、昨日一時4万4400ぐらいまで行ったんですけれども、うわね相当重たいですね。この辺何回もチャレンジしているんですが、なかなか抜けきれないということで、気づけばトリプルトップのような形を作ってしまいましたね。で、ネックラインは以前から意識されている43,300、まあ、さっき買い板が厚くなっていたポイントですよね。ここで意識されているということなので、今のこの価格推移、ちょっとねここ2時間ぐらいでガクガクっと下がったんですよね。まあこのままいくと一旦43,300付近、まあ、もしくは4万3000ドル付近まで下落して、このボックス相場維持できるかどうかっていう極めて重要な局面に入ってくる可能性はあるのかなというふうに思っています。で、あのグロベーズの方にもお伝えしたんですが、これ抜けるタイミングっていうのが非常に重要でして、これもうすでに3回もトライしてダメなんですよね。そうなると下を選びに行く傾向があるわけですよ。つまり早めに抜けておかないと本当に下を選ばれる可能性があって、そうなった場合は4万3000もしくは4万3000も割って4万2000ドル台に突入するっていうシナリオは今のところちょっとね考えておいてもいい感じかなというふうに思っています。昨日まではねここで抜ければっていう感じだったんですが、昨日が抜けられなかったのは結構でかいかなというふうに思っています。まあとはいえ今ですね4時間足レベルでも20、50、100MA 下にですね控えていますし、そのまあ4万2000付近のですねいろんな水平線、これもいろんなところで引けるので、まあここから大暴落が起きて4万ドルを割るぐらいまで大きな下落につながるというふうなフェーズはもうちょっとね先なのかなというふうに思っています。じゃあ昨日も言ったんですが、もしこれ4万4000ドルを抜けたらどうなるのか、おそらく ETF の承認で一旦4万8000付近を試して、事実売りで一気に下落して4万4000付近まで戻ってくるっていう、まあこれが一番いいシナリオですね。で、もう一つのシナリオは4万4000をこのまま抜けることができなかった場合、その場合は ETF の承認によって若干上に跳ねたとしても一気にですね売られるような展開になって、まあ、最安で言うと37,700、37,800付近まで下がる可能性っていうのはあるんじゃないかなというふうに思っています。なので今の価格からいくと、まあ、13%、14% ぐらいの下落ですかね、はい、そういった下落はまあ考えやすいかなというふうに思っています。まあ、ただ36,000ドル、まあ、確かにね36,000ドルも結構重要な水平線引かれているので、まあ、言ったらこの36,000から38,000付近、事実売りが起こったとしてもここではさすがに止まるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、したがってもしねこの辺まで落ちてきたら現物買いの非常に大きなですねチャンスになってくると思いますので、まあ、そのあたりも踏まえた上でしっかりね現物を仕込んでいくというふうな戦略が今一番有効なのかなと思っています。はい、いろいろね言いましたけれども
ども、目先に関しては4万3000ドル付近を守れるかどうか、これは中長期的にも大きな鍵となって注目されてくると思います。ここで割られた場合はダブルトップも形成されるということになりますので、やはり4万付近までの下落っていうのは考えないといけない状況になるかなというふうに思っています。はい、そんな中でイーサが非常に強くなってきました。まあこれは重要なですね、ここの2130付近のサポート、これはきっちり効いて、そこから一気に急反発ということで、まあビットコインのドミナンスの低下とともにイーサは上がってきていると。今が2280、年初来高値の2400の水準までもう少しというところまで来ました。まあ非常にいい形で上昇しているということで、まあこの勢いは続きそうですよね。今のところこういう風なですね、まあ平行チャンネルのような形の中で動いていますので、もしこの2300を抜けるんであれば一時的に2600とか、2700もしくはまあ3000ドルっていう大台までですね上昇する可能性は十分にねあり得るんじゃないかなと思っています。で引いた目線で見ると、まあ以前から言っていますが、イーサにとってこの2300付近非常に重要なラインとなります。これを抜ければ本格的に上昇反転したというふうに判断される可能性が高いわけですので、一気にね大きな相場につながる可能性も考えておいていいんじゃないかなと。はい、イーサのね2021年の相場においてもこの2300抜けから一気に4300まで上がったんですよね。はい、ここまでの勢いは多分ねさすがに今の状況ではないと思うんですけれども、まあそれに続くような大きなですねボラティリティ上昇につながる可能性っていうのは十分にあると思いますので、しっかりねイメージしておいてもいいんじゃないかなと思います。 XRP に関しても若干今日は上げましたかね、 62.5 セントということで、まあ、しっかりこの60セント守って上をですね試そうとしているという状況となっています。まあ、これしばらくはね、強気目線で底固めしながら上を試していくようなフェーズなんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、直近取り上げておりました ARB がですね一気に上昇を開始しました。今が 1.3 ドル付近、今日だけで 12% ぐらいね、跳ねています。僕もこの辺りから仕込めたので今いい感じでね利益が乗っているんですけれども、まあ、問題はここからですよね。特に今回上昇によって抜けたこの 1.25 っていうライン、これめっちゃ重要なんですよね。まあ、今のところ冷やしがまだ確定していないので、ここで抜けるかどうかっていうのはまだわからない展開ではあるんですが、しっかりこの抵抗ラインを移動平均線密集している中で抜けたっていうところは非常に大きかったポイントなんじゃないかなと思います。おそらく今後の推移においてもこの 1.1 から 1.2 付近のこのサポートラインですよね、これは今後も強く意識されてくると思っています。なので一旦抜けてまたこの辺に戻してしっかり底固めしてから本格的な上昇が始まるとか、そういったシナリオがですね考えやすいんじゃないかなということで、この1ドル付近の価格帯、ここはですね戦略構築する上では非常に重要なポイントになるんじゃないかなと思っています。はい、それからこちらも直近で僕もね取り上げておりました OP オプティミズムなんですが、昨日取り上げた後一気に上昇しましたね。今日のところで約 11% ぐらい上昇していて、今が 2.79 ドルということですね。はい、ここの 2.2 ドル付近の水平線、やっぱりここが起点となりましたよね。特にここに関しては今年高値圏で推移していた時の、まあ、重要なサポートラインとして機能していたポイントだったんですよね。はい、しっかりここを抜けて支えに回して一気に上昇、強く動く時のセオリーのパターンでですね今上昇してきてるんじゃないかなと思います。まあ、そうなると注目されるのはおそらくこの上昇平行チャンネルの上限値、もちろん直近高値っていう意味でいくと 3.2 ドル付近、これも意識されると思うんですが、まあそれもね、ここまで上がってくると抜けていく可能性は十分にあるかなと思っていて、そうなった場合はまあ4ドル付近、これがですね目先の注目ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っています。もちろんそれまでに、短期的なですね調整はこんな感じで繰り返しながら上がっていくとは思います。なので年末までに4ドルとかいう水準までは上がらないんじゃないかなと思うんですが、いずれにしてもここを抜けた意味っていうのは結構でかいと思いますので、今後もね、引き続き強気相場を作っていくんじゃないかなと思っています。そんな中で昨日爆上げしたのがソラナですよね。この80ドルの抵抗ライン、これ抜けたところから一気に加速しました。今が93ドル、一時100ドル付近まで上がりましたが若干反落ということで、今綺麗にですねこの上昇平行チャンネルの、中でですね動いているという状況が確認されています。特に出来高もちゃんと上がっているし、まあ、平行チャンネルの上限値のところで抵抗されているっていうところを考えると、一旦の調整ムード入るんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。まあここまで上がると本当に相場分析っていうのはあまり無意味になってくるものの、この移動平均線の拡散具合とか、あと移動平均線からの乖離具合とか、まあそのあたりを考えていくと、少なくとも今から買うっていう選択肢はまあ正直できないですよね。しっかり戻して、例えばこの80ドルでもいいんですけども、ここもね多分今後の推移の中で結構重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよね。はい、なので一旦戻して80ドル付近で底固めしてもう一回上げていくとか、まあそういったシナリオは考えれるかなと。まあそうなるとこの80ドルを起点として戦略構築、まあデイトレ的にはここでロングに入るのもありだと思いますし、現物もここで買い足すっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。はい、ソラナの過去最高値に関しては250ドル、まあもうちょっとで半分ぐらいのところまで上昇してくるというところまで、本当にね勢いよく上がってきましたよね。まあただ過去のような上がり方ではないんですよ。過去って本当に1日2日で一気にこの何十ドルを動かしてきた相場だったので、まあそこから比べると割とやっぱりね堅実に動いてる
ているんですよね、爆上げとはいえ。はい、なので大きな調整が起きるというよりはしっかり底固めして一旦停滞しながら、まあ、まだまだですね上を試していくと、まあ、そんな相場になるんじゃないかなと今のところは思っています。はい、この辺がねもうすでに上がってしまった通貨なんですけれども、まだ上がってないのはアプトスとか APT ですね。これも移動平均線の位置関係いいですし、出来高も上がっていると。それからずっと注目しているスイですね。スイに関しても出来高が上がっていて移動平均線との位置関係は良好。それから柴犬に関しても、まあ、一旦ね上昇局面はありましたけれども、もう一回ですね上がってもおかしくない状況になっていますし、ファイルコインも同じくですよね。移動平均線の位置関係、それから出来高も上がっている。安値も高値もちゃんと切り上げていると。そして大きな抵抗ラインに見舞われていると。ここを抜ければ大きな上昇反転になるということで、まあ、しばらくですねこの辺の通貨が注目されてくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。じゃ最後ドル円なんですけど、言った通り下がってきましたね。 142.2 まで下がってきました。はい、いよいよここでどういう風になるかっていうところ非常に注目のポイントになってきましたよね。142円に関しては、非常に重要なサポートラインとしてこれまで機能してきました。これを抜けるかどうか、そしてまあ日足レベルでは 200MA も被っていますので、これ抜けるかどうかって本当にね中長期的にも大きなポイントになるんじゃないかなと思っているんですよね。まあ、日銀の政策、アメリカの政策の部分を見ていくと、まだまだやっぱりね円が買われる状況ではないと思うんですが、ちょっとここを割られるとドル円に関しては大きく下落するっていう可能性はありそうですよね。まあ、しばらくちょっとねこの辺で一旦停滞するんじゃないかなと。まあ、市場も換算してくる相場なので、まあ一旦横ばいかなっていうふうに思っているんですが、いつ抜けてもおかしくないという状況を考えながらですね相場を静観していくっていうことが今はですね大事なんじゃないかなというふうに思っています。でしばらく横ばいしていくうちに移動平均線上からデッドクロスを形成していきますので、そのタイミングで上に抜けれるかどうかですよね。もし抜けられなければ大きな下落につながってしまうと。はい、それまではちょっとね横ばいになるんじゃないかなと予想をしております。ということで今日はたくさんね通貨を見てきました。まあ、直近大きくねこの爆上がりしている中で取り残されたっていう恐怖で買わないように、まあ、相場に買わされないようにするっていうのは投資をしていく上で大原則になってきますので、ここはしっかり自問自答して、なんとなく恐怖心から買ってしまうようなことがないように今はですねしっかり気をつけないといけない相場かなというふうに思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。皆様良い週末をお過ごしください。グローベズに関しては明日のおそらく夕方くらいではですね募集ページを締め切らせていただくと思いますので、まだチェックしていない方はぜひね以下の概要欄チェックしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。